問皆さんにぶつけていきます、はいはい、そちらのホワイトボードでお答えください、はい、はい、お願いします。ここからも、はい、私又吉が仕切らせていただきます。大丈夫かお前、皆さんあの大船に乗ったつもりで行ってます。笑ったよ、誰一人笑ってるよ。あの一応確認なんですけど、嫌いなんですか。まず最初のテーマはこちらです。はい、吉田監督の名前を漢字で書きなさい。いやこれはもうだってね、全員正解じゃないとね。監督だよね。これ間違える人いたらちょっとだいぶ問題ですよね。問題ですね。そうですよね。カンニングしたらダメですよ。じゃあ見ちゃダメですよ。17の頃から一緒に見ちゃダメですよ。隣の人は見ちゃダメですよ。ダメだよ、みちお。よろしいでしょうか。ね、まあ、プロでもいいですし、お名前だけでも結構ですよ。まあ、じゃあ行きましょう。はい、行きますよ。じゃあ一斉にお出しください。どうぞ。さあ、はい、はい、ちょっと待ってください。皆さん大体かけてますけど、直本選手、そして横山選手が、ヒー君、そして広瀬選手もヒー君。さあ、お三方どういうことなんでしょうか。残念です。どうやら裏ではヒー君と呼ばれているようです。続いてのテーマこちらです。一番監督に怒られたのは。なるほど、怒られたのは誰か。だから周りの皆さんが見てて、あの選手は怒られてるなって思う方を書いてください。さあ、影田選手からどんどんオープンしちゃっていいですよ。聞きたいですよね、プレーに。一番選手をオープンしました。選手は田辺陽子選手と、はい、どの辺が
や、あの容量の良さ。監督から見た感じだと誰なんですか？優かな、一番。あれ、中里、坂崎選手。続いてのテーマはこちらです。一番男前は男前、そんなちゃんとしたね、まあ、男っぽい、かっこいい一面が、かっこいい、かっこいいよっていう。さあこれ、さあかけた方もどんどん。お、これはあ、サッコサッコとなってますけど、これは池田選手ですかね。あとは中村選手とか、あ、でもサッコがこれ、選手ね、ちょっと聞き回るんですよね。ゴールマウスを守る姿とかもめっちゃイケメンですし、なんか後ろからの声とかも惚れ惚れします。なるほどなるほど、ゴールだから声出すところがもうイケてると、モチングがね。はいはいはい。加藤選手は誰ですか？池氏です。皆さんもうガチ平気でも普通のあだ名で書いてるもうイケシとかブンちゃんとか書いてないからブンちゃんじゃないんですよ。高木、高木ムーさんとブンちゃん。なるほどね。まだ皆さんがどうなんだろうか世間には浸透してます。視聴者の皆さんさっぱりわからない。そうなんですよ。ヒー君というのは編集監督です。監督がね、頭の末ですからね。この辺が多分皆さんがその容量がいいなって。ここでやっぱり監督を確保してどうか容量がいいですね。そうですね。一番なんかこの乙女っていう感じの人は誰なんですかね。女子っぽい感じ、女の子っぽい、はい、まあ、可愛いなというか乙女だな、乙女だなっていう部分。さあ、誰でしょうか。だから、おっと、ハマさん、ここに来て監督と。それなんで、やっぱり怒られるパターン。その通り、間違えて監督に書いたらやっぱ怒られるパターン。ハマ選手、そういうとこですよ。ここで監督の名前書いたら怒られちゃうんですよ。書き回しても好きなんですね。そう、中村選手はどなたと来ました？かわいらしくて女の子っぽくて、はい、女子って感じです。なるほど、結構なアリスちゃんが多いですね。中里選手はどうですか？なんで柴田選手だと同じ部屋だったことがあるんですけど、なんかネイルとかをしていてすごいなって。ネイルを着てすごいなと思ったのね。なるほどね。今は？はい、やってます。ちょっと見せてください、カメラに。これどういったデザインなんですか？これは、こっちがホームのユニフォームで、こっちが上のユニフォーム。ユニフォームを。それは自分でやるんですか？はい。これ試合の時もそのままですか？はい。これをマークして相手に見せて、動揺を誘ったり。試合中こういうシーンあったのか、これ。やってなかったです。やってないよ。あ、どうですか。はい、ありがとうございました。続いてのテーマに行きましょう。続いてのテーマはこちらです。ちなみにキャプテン藤田は〇〇だ。まあ言ってもね、やっぱりこう皆さんこう引っ張っていってるわけですから、この名字に入れる。逆に言うと、このチームはもう解散ってことになるので、言えるのは今だ。藤田選手、皆さんが思う感じですよ。もっと邪魔した。ほらもう、カメラ悪口にしたから。すみません。浜田選手はキャプテンの板はハムスターだと。ああ、なるほど。可愛らしいイメージなんですね。モチキ選手のことストイックっていうのね。どの辺が？これやっぱり部屋に行ったら常にサッカーノートを書いてるか、配信をしてるか。配信をしてるかサッカーノートを書いてるか。怖い怖い。すごいですね。あ、でもそんなことない。ワンゴ選手もチビちゃんで、
可愛い可愛いと横浜選手と木下選手は、うん、中村選手は何て書いてあります？優しい。お、優しいとこがあるんですか？その辺が。常に優しいんですけど、なんか期間中に誕生日だったんですけど、はいはい、何人かでロンちゃん含めてサプライズしてもらって。サプライズ？どういったサプライズが？そうや。あれなんか呼び出されて、はい、家に行ったらめっちゃ怒られるみたいな雰囲気だった。キャプテンが呼び出ししてるということで怒れると思ったんだよね。で行ってみたら超ビビって。でそしたらなんかいきなりみんながバーンって出てきて、うん、わーみたいな怒られると思って行ったら実際みんながおめでとうって言って、そんなドラマみたいな世界でした。いいチームですね。これ誰が企画したんですか？この企画は、このサプライズは。あ、浜田選手。そう言われてますけど、上田選手持ってますね。持ってますねという愛されてる感じで、なるほど。続いてのテーマはこちらです。銅メダルの立役者は、なるほどね。スーパーモード終わったからこ